山本美優です。こんにちは、こんばんは。あとはそうですね、今日は12月25日クリスマス。メリークリスマス。今日は、サンクロリアさんのプレゼンツで、インスタライブを始めたいと思います。ですね、まずご紹介します。こちらの女性。サンクロレラの、オンラインショップの公式アドバイザーのレイラさんです。よろしくお願いします。どうも、okay、今日はですね、いろいろと、まず、サンクロレラさんについてなんですけど、私の長い間のスポンサーでありますサンクロレラ、クロレラなんですけど、ですね、これ、ね、小さい頃うちの父親によく実は勧められて飲んでたんですよ。でしばらく遠ざかってて、でこの MMA を始めて久しぶりにこんな感じの黒いのか、久しぶりにまたサンクロレラとクロレラと出会い、今父もですねやっぱり毎日毎日飲んでるし、私も毎日飲んでます。でですね、今日はこの商品のご紹介です。サンクロレラ茶で、これ一見普通のお水みたいに見えるんですけど、これをなんとちょっとよく見ててくださいね。バキ、あれ、あ、こっちか、バキってやると、あれわかるかな、粉がこう出てきてるんですよ。あ、見えた見えた、こんな感じで粉が見えて、これを思いっきりガッと振ります。そうするとこういう緑のお茶になります。でこれね、味もすごい飲みやすいお茶なんです。これ梅美味しい、うん、なんか緑茶のような味ですね。これは本当に飲みやすいし、はい、クロレラ 900mg も入ってますね。ぜひぜひお試しください。キャンペーンを今やってます。一応私の応援キャンペーンという、山本美優応援キャンペーンを今サンクロレラさんと、サンクロレラスポーツのインスタグラムでやっているので、どうかチェックしてみてください。ですね、そして今日は最初に初めからこういただいてる質問についてちょっとお答えしようかなと思います。はい、そうだ、もう一個商品の紹介ありました。これよく私がね最近使ってるんですけど、特にこれ何、乾燥を防ぐための保湿のクリームなんですけど、特に日本に来ると必ず、あ、りょうた練習頑張って、みやあな love you、 日本に来るとすごく乾燥がひどくてですね、カサカサしてしまうので、こんな感じなんですけど、それをちゃんと寝る前とかね、しっかりつけると朝ガサガサにはなってません、こんな感じで。こんな感じですね。やっぱり乾燥はシワの元になるので、あとよく痒くなっちゃうんですよ私は、なのでしっかり保湿します。はい、ではI love you, Anna. はい、質問に行きます。久々の日本はどうですか。ですね、日本は2月以来なんですよ。2月に旦那さんの試合があって、その時に来て、でその時は名古屋から浜松、東京は本当に1年ぶりです。はい、久しぶりの日本やっぱいいですね。うん、
日本食も食べれるし、本当に幸せですね。やっぱりこのコロナでいろんなことは、なんだろう、当たり前だったことを本当に今は感謝をして、生活しております。ね、これうちの子供でちょっといろいろグリーンカードの問題とかで来れなかったんですけど、ね、一緒に来れたら本当に良かったなと思いますけど、まあお母さんお父さんは仕事をバッチリと決めて買ってお家に帰るので待っててください。はいはい、次、コロナでグアムをロックダウンされていたと思うのですが、どのように過ごしていましたか。また練習はどのようにされていましたか。そうですね、グアムも本当にロックダウン、今もそうなんですけど、やっぱりお店に入るときはマスクをしないとつけ入れないし、レジとかもやっぱりいろんなとこも、ちゃんと間隔をソーシャルディスタンス、感覚を取らないとダメなのと、人は集まっちゃいけない、本当に5人までとか本当に少人数でしか集まっちゃいけないのは一緒ですね。でレストランもみんな外で、中は室内はなしで、とにかく外で、外のダイニングパティオみたいな感じで、で本当に何日か前ですね、この 2,3 日でまたちょっと変わって、お店の中でも 25% ぐらいの人数だったら大丈夫、そういう風になってきましたね。でだんだん数も減ってきてるので、グアムは逆に日本はどんどん増えてるから、ちょっと皆さん気をつけてください、はい、であと次いきます。昨年の大晦日以来の試合です。 MMA を始めてから試合間隔が一番空いてると思うのですが、試合感覚については心配ないんですか。そうなんです、確かにね、私始めてからもう3ヶ月おきに試合してたり、結構ポンポンポンとね、感覚短く試合をしてきて、今回1年ぶりですね。でもまあその間も普通に練習はしてきてて、特に試合がないからできることですごくいっぱいあって、試合の時はとにかくその相手に対しての試合内容なんかの作戦だったりとかも、やっぱそれに対してしか練習できないところが、試合のないこの間はとにかく自分のこのスキルアップっていうんですか、まだまだ私はね、MMA ではルーキーな方なので、まだ学ぶことがたくさんあるんですけど、その中でいっぱい自分が普段やりたかったこととか、やらなきゃいけないこととかをもうしっかり丁寧に練習したので、まあ、レベルアップにつながったので、よかったかなとは思います。だから感覚は空いてても常にトレーニングはしていたので、まあ、あとはリングに上がってみてからですけど、もう上がったらね、思い切ってやるのみなので大丈夫です、大丈夫だと思います、はい、では次の質問いきます。ついにタイトルマッチです。総合を始めた時にタイトルマッチまでたどり着くのを想像していましたが、いや全然、もう一戦一戦がね、本当に私にとっては、まあ、皆さんもそうだと思うんですけど、とにかくもう一戦一戦戦っていく、その試合が決まってそれまでのトレーニングキャンプだったりとか、あとやっぱり期間も短かったから、もう本当にひたすらこう駆け抜けるばかりで、まあいずれはね、なんかすごい高い位置には行きたいなと思ってたんですけど、そのベルトとかはね、あんまりこう始めた頃とかは全く想像してなかったですね。なので本当に光栄です、はい、なんか、信じられないとかワクワクするというか、いろんな気持ちが今ごちゃまぜです。はい、次の質問です。対戦相手の浜崎選手の印象は、まあ、もちろん本当に MMA 女子の MMA を本当に引っ張ってきた素晴らしい選手だと思ってます。ね、レベルもやっぱりとっても高いですし、世界レベルだし、そんな選手と戦えることが
すごく私はラッキーだなと、幸せだなと思ってます。で、なんかこう、まさかこの日が来るとは、あまり想像してなかったんですけど、やっぱりだん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 こう自分がちょっと勝つにつれて、あ、見えてきたかなって、そんな感じだったので、やっと来たというよりは、あ、この時が本当に来たんだなっていう、そういう感じですね。はい、浜崎選手の試合映像は見ていますか？もう自分の中で試合イメージができてる。そうですね、まあこれは、まあ普段の自分の試合の通りですね。ちゃんとキャンプをこなして自信を持ってリングに上がる。はい、次の質問いきます。家族や妹さん、ダルビッシュ選手から試合についてのメッセージありましたか？もう妹はね、本当とにかく、もうやるんだったら思い切ってやってきなさいっていう感じで、ちゃんとしっかり背中を押してくれて、ダルビッシュ選手、ユー君、今回ですね、ユートリションというダルビッシュ家がやっているサプリメントの会社がありまして、そこがまあ応援してくれてる感じですね。なので頑張らないと、もう家族全員で応援してくれてるので、ここは頑張らないとと思ってます。はい、山本キッド選手は今回の試合についてアドバイスしてくれていますか？またタイトルマッチできたことについてどんなメッセージをくれると思いますか？いやー、もうやるしかないよとか、そういう感じだ。そんなに細かくね、話さないと思うんですけど、私がね、連敗の時でもいつもね、なんだ、やっぱり連敗するともうまた負けちゃったみたいな、もう何がいけないんだろうとか、たまに分かんなくなったりもするんですけど、まあ、そんな時に必ずうちの弟はとにかく自分を信じろ、もうミウは1対1って絶対負けないからって、力もあるし、フィジカルもあるし、とにかくもう負けないから、あとは少しずつ少しずつでもいいから技を磨く、その試合を経験する、まあ、そう、それだけだから、とにかく自分を信じろってずっと言い続けてきてくれてたので、多分私よりもキッドの方がなんだろう、ちゃんと受け止めてそうですね、現実に。だからもうとにかく思いっきりやってこいって、そういうふうに言ってくれてると思います。はい、あー元気頑張りましょう、頑張ります頑張ります頑張ります。あ、これが最後かな。夫のカイラ・アゴン選手と同じリング上があります。夫婦で上がる心境は？いや、これね、まさか夫婦で上がれるとは思ってなかった。これもそうなんですけど、でもいつか一緒に上がりたいなとは思っていたので、ただ、一緒に上がるということは、旦那の方が選手でもあり、そしてセコンドにもつかなきゃいけないから、すごい忙しい一日になると思うんですね。とにかく気持ちも、私はね、もう旦那のセコンドつかないし、自分のもうね、試合に集中して、で、なので多分旦那の方が精神的にすごく大変なのかなとは思うんですけど、でもね、自信も、自分自身にも自信があるし、私のことも信じてくれているので、もう本当にこの2人でリングに上がるというチャンスは絶対ものにしたいと思うので、2人で大晦日勝ちます、目音で勝利。はぁ、髪どうするんですかね。ちょっと伸びたんです、今日ちょっと伸ばしてみました。はい、まあ6なんで美容院にあまり行けないっていうのもあるんですけど、そうですね、髪はどうしようかな、もうこうあんまりボサボサにするとまた榊原さんに怒られてしまうのでね、あ、ユポン、しっかりちゃんと、どうすんだろう、
もう結んだりとかなんかするのかな。楽しみに。色はどうしようかな。うん、それも考えてます。でも相当ね傷んでるんですよこれ。これ乾いてる時はいいんですけど、この濡れた時に、あ、汗かいて練習の時、こうやっぱ汗かいてる時に結び直したりするともう、まあ、ブチ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 切れてるのが本当によくわかるので、そろそろね、大事にしなきゃいけないのかなと思うんですけど、まあね、でもね飽き性なんてすぐ色を変えたがるのでお楽しみに。はい、とまあこんな感じですが、質問は終わりました。本当にめちゃくちゃ楽しい、ありがとう、ね、みんなが本当にやっべ大晦日にふさわしいいい試合だったと思ってくれるように、うん、めっちゃいい試合を絶対するのでよろしくお願いします。おかえり、あーただいま、結構前だけどね、そう隔離があるので結構前に帰ってました。はい、これなんだろう、下にクエスチョンマークがあるんだけど、これは何？押してみます。あ、すごい、みんなのメッセージが、ありがとうございまして、髪伸びたねとかいろいろ、はい、頑張ってありがとうございます。その時の髪の毛もね、やっぱ皆さん、うん、気にしてくれて美容で気をつけてくれて、気をつけていることは、そうだ、美容はねやっぱり水分をたくさん取ることなんですよ。たくさん水分を取るとやっぱりなんか代謝も良くなるし、水分取ってない時って結構その肌質とか体全体も、うん、なんかこう調子が変わるなっていう感じですね。あとは本当にもうこれなんでしょう、クロレラを本当にちゃんとしっかり飲んでるんでしょう私は。なので元気いっぱい。そしてこの乾燥時には本当にこれですね。とにかくこうやっぱり続けて飲むっていうことが本当に大事で、はい、私はなんか面倒くさがり屋ですけど、ちゃんとこうキッチンとかテーブルとかに、実家に来るとテーブルとかいろんなところに置いてあるんで、もうすごく飲みやすい状態になるというか、すごい楽ですね。だからしっかり、はい、今の髪の長さ好き、ありがとう。でもちょっとなんかねブチブチ切れてるから、ここほらなんか大変なんですよね。健康な髪を取り戻さないと、はい、そうですね。あとはどんな質問、大好きです、応援してます、ゆうの真似して筋トレやってます、大好きありがとうそう、筋トレはねやっぱ筋肉をつけることによって怪我もしなくなるし代謝も良くなるからいいですよ。キッドさんが亡くなってるけどね、キッドさんねえ、うん、でもねキッドはねいつもフラ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 してみんなのことを見てると思うから、ね、忘れないでいてください。真面目に答えてくれたよ日本に来て一番最初に食べたものは何ですか？焼き芋食べました。減量してる時にその炭水化物をやっぱりうまく取らなきゃいけなくて、その何だろう、いいもので炭水化物は本当少なくしなきゃいけないんですけど、そのいいもので取るのにやっぱりお芋、ヤム芋とかスイートポテト、さつまいもはすごく体に良くて、特に日本の焼き芋は美味しいから、もう旦那と2人でもうなんか喜んで食べてますひひ。あ、入場の時のノースリーブのパーカーは自分で切ってるんですか？商品化してる。そうなんです。あれは自分で切るというか、いつも、私の服を担当しているものがおりまして、貝崎というんですけど、その子がね、切ってくれてるんですよね。これもなんかちょっと験担ぎみたいに
感じで買い先にいつも切ってもらってます。はい、商品化どうだろう、あんまり袖切ったパーカー着てる人はねえいないいないからね、私ぐらいのだから、まあパーカーを買ってちょっと切ってみてください。はい、あと美容はそうですね、さっきのことを言ってキッドさん夢に出てくることありますか。ありますよ、たまーに、本当にたまに、うんね、夢で会いたいけどなかなか出てきてくんないんですよ、へそ曲がりだから。日本の寒さは大丈夫ですか。あ、思ったよりうん、そこまで寒くないですね。まあ、室内にずっといるから、だからちょっと出ると、まあ、風邪ひゅーって感じの時もあるし、お天気で家の中まで暖かい時もあるし、はい。仕上がったらマグカップ渡すね。ありがとう。はい。ちょいちょい切った君にやっぱり、あはは。あのね、よくね、ありがとうございます。よくね、あれこれどうやって消すの、消せないのかな、よくあれなんでしょう、言われ、喋り方とか笑い方とかふとしたとこが似てるって言われますけど、あんな怖いかまあでもうん、やっぱり弟なんだけど、可愛い弟なんだけど、いやすごく憧れてたから、うん、嬉しいですね。っていう感じで、今日はこんなところですか。はい。うん。はい。今日は、ですね、ご紹介したこのレイラさんとクマちゃんと一緒にインスタライブをしてみました。試合まであともう少し、体重調整も、練習とか調整もうまくいってます。あとは、皆さんの前で思いっきりいい試合を見せることです。絶対いい試合になります。応援よろしくお願いします。はい、それでは、そうだ、最後に、さっきも言ったんですけど、山本美優の応援キャンペーンを、サンクロレラさんとサンクロレラスポーツの方の、インスタのアカウントでやってるので、ぜひぜひ、チェキ出してください。はい。それでは、皆様、お付き合いください。ありがとうございました。ありがとうございました。Good night and Merry Christmas。